マスオ TV。 はい、マスオ TV です。はい、皆さん今回はですね、スペシャルな動画でございます。というのも、マスオこれからですね、1泊180万円のホテルのお部屋に泊まりたいと思います。やばくないですか？朝まで過ごしたら180万円が飛んでいく。一体1分いくらなんだと言わんばかりのめちゃくちゃすっごいお部屋にね、今回ね泊まらせていただくことになりました。全く想像がつきません。僕一番最高の部屋でも1泊5万円、すごいいい部屋でも5万円ぐらいのところしか泊まったことないんですけど、もうそれをはるかに超えていくお部屋でございます。ドラマ撮影とかも結構行われているような、そういう部屋らしいんですけど、今回はそのね、1泊180万円のお部屋のルームツアーを行っていきたいと思います。では行きましょう。では入りたいんですが、じゃん、こちら入り口からしてやばい、なんかイベントホールにつながる道ですかみたいな、そんなドアですけど、はい、ここからじゃあ行きましょうか。はい、ピッと行きます。ということで、これから入っていきたいと思います。おお、おお、お邪魔。うわー、やばい。皆さん、入り口がこちらでございます。やば、まず夜景、そして左手にもお部屋が見え、さらに右手にもお部屋が見える。一体何人で泊まる部屋なんだこちらは。やばい。え、ちょっとまずこの入り口の、え、なんだこれは。あ、このホテルの建物ですかね。そしてこちら窓からすごく綺麗に見える夜景がもう素晴らしい。あの、正直ホテルとかね、泊まるだけだったら僕このロビーで十分ですよ。ここで十分僕泊まれますよ。うん、うわっ、ていうかさ、うわっ、まだやばい、広い、広い、広いよこれ。ということで、やばすぎますね。ちなみに今この動画を撮ってる1分間にもおそらく数千円のね価値があるんじゃないでしょうか。ではまずこちら右手の方を見ていきたいと思います。うわ、うわ、いやいやいやい、うふってか、この景色がやばいな。このソファーとさ、夜景のビルの明かりからの、え、こんな部屋に住みたい。うわー、ソファーがあったりとか、あ、テレビがねここにね備え付けてあったりとか、ここではお茶とかおコーヒーとか飲めちゃうわけですね。いやー、やばいでしょ、ドスー。うわー、なんて贅沢なんだ。僕は今日このソファーベッドじゃなくてソファーで寝れてしまうぐらいのね広さですけど。どうも、マスオです。なぜかこういういい部屋に来るとカッコつけてしまいたくなる。そして今気づいたよ、これ棚の中にさ、うわ、ワイングラスとかすべてこう置いてありますね。うわ、そしてさ、これ飲んでいいのかな、ウイスキーが置いてありますね。オールドパー、山崎、ジャック・ダニエルとかこう置いてありますね。わ、かっこいい色合いが、お茶とかレッドブルとかそういうのが置いてありますね。いや、すごいですね。ここで乾杯したら最高でしょうね。で、まだまだ皆さん部屋がありますよ。
通路がありまして、え、ここは何の、うーわー、きれい、なんですかこれは。ご飯食べるところがあります。いや一軒家じゃないんですからっていう。いやこんなサイズのさ、あのテーブルが部屋にあるなんて思わないですよね。こうやって見たらなんか、うわー、東京タワー見える、すごーい、東京タワーが見えるよこっち側は。いやーすごい綺麗、うわー。でこのシャンデリアっていうのかな、ライトなのかな、これもおしゃれですよね。ここはさっきの部屋と比べてしっかりとした明るさがありますと。いや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 、広すぎマジで。花瓶なのかな、何なんでしょうか。割ったらヤバそうなお皿とか、ちょっとしたねお部屋に置いてあるこういうのもかっこいいですね。紹介するだけでめちゃめちゃ長時間動画になってしまう、さすが180万円のお部屋。続いてがこちら、キッチン。いや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 、家じゃないんだからっていう、家じゃないんだからレベルのキッチンですね。ちょっといろいろ開けたくなってきました。あ、空っぽ、すっきり、うわ空っぽ、あ空っぽ。そして冷蔵庫の中身は空っぽということで、こっちも空っぽかな。はい、いやなんかね思った、おそらく1泊180万ではありますけど、そのさ、1泊で泊まるタイプの人が泊まるんじゃないんじゃない、基本的に。もうさ、世界の超絶富豪たちが、じゃあ2週間この部屋俺の部屋だよっていう感じで、もうさ、なんかいろいろもう生活できるぐらいのこうさ、いろいろもう揃えちゃうんでしょうね、そういう超大金持ちの方々って。だからもうね、家みたいにこう使える部屋がいっぱいあるっていうことなんですかね。どんな方が泊まるんでしょうね、半端なさすぎる。ということで今回はですね、1泊180万円のお部屋をご紹介してきました。でおーい、まだ終わったらよーい。すごくない、これだけ紹介してまだ部屋紹介しきってないんですよ。あの皆さんね、入り口から左手の方、あちらまだ紹介してませんので、はい、禁断のベッドルームをご紹介していきたいと思います。キモいな僕は。ということでこちら左手に向かいたいんですけど、あのこっちにも部屋ありましたね、一応ちょっと見てみましょうか。なんとなくこっちはクローゼット的なところなのか。ほい、うわー、うわー、いやー、いっぱい服を着ますね。あ、お手洗いですね。はい、マスオでーす。いやー、トイレも綺麗ですね。では、左手行っちゃいましょう。はぁ、どんだけ広いのよ、本当に。まず、引き出し僕好きなんですよ。おお、こちらにもグラスが置いてありますね。そして、ここにはこれ何なんでしょうね、もしかしたらものすごくいいアートなのかもしれません。ではこちら左で進んでいきましょう。うえ、ここは、あ、こっちは避難口かな、あんまりに広い部屋だから避難口がいっぱいあるのかな。うわっ、うわ出た、うわ出た、ベッドルームだ、出たベッドルーム、来たよ来たよ、どうなっちゃってるの。おお、うわー、かっこいい、めちゃくちゃいい部屋やん、すごいよー。これは何サイズっていうの、何サイズこれ、キングサイズなの、キングサイズってこんなにでかいの。ちょっと行くぞ、せーの、あー、やわらかいよ、すごい、あ、やわらかい、ふかふかだ、うわー、いいベッドやな。いや永遠と寝てても腰痛くならなそうな、いい具合の弾力のあるベッド。これどこのベッドなんだろう。はい、
シモンズベッドでした。シモンズベッドってこういう風なちょうどいい弾力なんですね。なんか柔らかいイメージだったんですけど、いやこれ欲しくなっちゃうな。うわ欲しくなっちゃうなって、いくらするんでしょうね。やばい。でベッドルームの横にもう一部屋ありました。こちらすごいね、アイロンとかありますけど服を置いておける用のお部屋ですね。いや素晴らしいベッドルーム。でも皆さんまだ終わりじゃありません。こちらのベッドルームからテレビからの奥に見えるのはマスリース。めちゃくちゃでっかい鏡があるぞ。あそこはおそらく浴室なんじゃないでしょうか。部屋なのにカメラの望遠レンズ使うと思わなかったぜーい。どんだけ広いんだーい。ちょっと見ていきましょう。おお、わあ、ここは皆さん気になるアメニティグッズでございます。歯ブラシ、カミソリ、ヘアブラシ、コットンセットなどなどいろいろ取り揃えております。でドライヤーはですねダイソンですね。これ風量がめちゃくちゃ強くて美容室でもよく使ってるやつですよね。おわ、すげえ。からのこちらがお風呂になります。そして皆さん気づいたでしょう、ここにいらっしゃる女性実はウームの社員さんでーす。あらあらあらと思ったね皆さんね。ウームの社員さんが今日撮影にね手伝いに来てもらっております。ありがとうございます。わ、浴室からの景色を眺めながらのお風呂を堪能できてしまうというそういう浴室でございます。やば。からの洗面台なんですけど、これだけではなくこちらですね。ここにはお手洗いとここにはシャワールームですねがついています。いや皆さんここでお風呂にこうやって入って夜景見るなんてさ、完全にこれ富豪の遊び。ということでこちらが1泊180万円のお部屋でした。で実際に今日はですねこちらに泊まらせていただけるので、マスオ富豪の遊びを知る的な感じで楽しんでいきたいと思います。本当だったらホテルのこうレストランでお食事とかをねいただくんですけど、今回は特別にこのお部屋内で食事をねさせていただけることになったので、パクパク美味しく食べたいと思います。ではですね皆さん、これからディナーをこちらのお部屋でいただきたいと思います。今回はですね特別にじゃじゃーん、非常に豪華なディナーを用意していただきました。まあ、さも着替えちゃってるし、なんかさ、エセなりきん感が僕出てません。はい、じゃーん、シャンパンもね、用意しちゃいましたよ。というのもですね、まあ、ディナーを食べる席で恐縮なんですけど、僕ね、もうそろそろ誕生日なの。だから自分に対してのこうお誕生日プレゼント的なものですよね。はい、じゃあシャンパン飲んでいい夜を過ごしたいと思いますよ。おーおー、シュワシュワ。ではいただきましょう。乾杯。Cheers。最高。甘い。美味しい。飲みやすいよこのシャンパン。ではお食事もいただきましょう。今日のディナーは白いベールをまとった柚子香るオマールエビのマリネ、甲殻類のジュレ、森のキノコとアワビのココット、香草バター焼き、サフランの香りを閉じ込め蒸し上げた魚介のスープ、黒毛和牛フィレ肉のグリル、ワグラ添え、モンブランと季節の果物パン、コーヒーでございます。非常に豪華。では
いただきましょう。じゃあまずマリネいただきましょうか。ではいただきます。おいしい。すんごい甘いの。甘いけど奥深い味があるの。おいしい。では次、香草バター焼き。いやおいしそう。きのこめっちゃうまそうなんですけど、いただきます。何この優しさ。目を閉じたら僕は森の中でキノコを取っている。マーベラス。うまっ。では魚介のスープもいただきましょう。魚介ってなんだ。わっ、白身魚とホタテが入ってますね。いただきます。めっちゃ贅沢。白身魚のね、歯ごたえが素晴らしいんですよ。で、噛めば噛むほど甘さが出てくる。そしてこのね、スープも合いますね。それではメインディッシュ、黒毛和牛フィレ肉とあとフォアグラですね。フォアグラで、ちゃんとこのね、ソースも絡めていただきます。口の中でとろけてく。噛んでるようなんですけど、噛む前にもうね、肉とね、フォアグラ全部ほどけちゃって、うまーい。うまいよ。いい誕生日だなこれは。では次はリビングに移って、食後のデザートを食べていきたいと思う。夜景が綺麗だ。いただきます。微生物の、すごい、中がこうムースになってるモンブランです。中がムースです。ではいただきます。ワンダフル。そしてディナーの後はバスタイム。大人の男のバスタイムはシャンパンとプロとこの泡風呂でございます。的なね、ちょっと頑張ってる動画今撮ってますけど、いやもう最高だね。本当に夜景も見えて、ブドウもあって、シャンパンもあって。ではいただきます。ブドウ。からのマーベラス。こうさ、動画とかで映ってると、すんごい成金野郎みたいに僕映ってるんじゃないですかね。ブドウとシャンパンって泡風呂ですよ。ここにね、女性とかね、こうね、両手に抱えてたらね、雑誌の一番最後のページのなんか、私これでお金持ちになりましたみたいなね、ページの手みたいになるよね。やばい、話しちゃった。どうしよう、どうしよう。あ、腹筋が、腹筋が。あー、泡風呂最高。自分のために誕生日ケーキも用意しちゃった。ハッピーバースデートゥーミー、ハッピーバースデートゥーミー、ハッピーバースデーディアトゥーマスオーミミミミ、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。おいしい。泡の次はクリームですか。垂れちゃった、垂れちゃった。お風呂入ってきます。よし、180番の部屋を堪能したから、もうお休みするぞ。せーの、わお。あー気持ちいいビットだね。では皆さん、今日も一日いい日でした。明日もいい一日になりますようにかな。おやすみなさーい。
ということで朝を迎えました。はい、あのベッド寝心地が良かったです。完全にね寝すぎました。はい、ということで皆さん今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。とてもいい一日でした。以上マースオ TV でした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますのでぜひフォローよろしくお願いします。